ウラル核産次における核施設機種テム事故により汚染された地域ウラル核産事は1957年9月29日ソビエト連邦ウラル地方チェリアビンスクシューマイアーク核技術施設で発生した原子力事故また後年にかけて放射性廃棄物に起因して発生した事故等を包括することも多い核分裂性物質貯蔵施設 貯蔵施設の主な管理とセキュリティは建物の南側で行われる。建設中の核分裂性物質貯蔵施設。オジョルスク市にある麻薬核技術施設は原子爆弾用プルトニウムを生産する原子炉5機及び再処理施設を持つプラントであり、1948年から建設された。プラント周囲には技術者居住区として暗号名チェリアビンスク65。 という秘密都市が建設された。事故はこの施設を中心に発生した。国際原子力事象評価尺度では2番目に高い、レベル6とみなされる。近隣にあった町、キシテムの名前をとって、キシテム事故と呼ばれている。1950年代当時のソ連では、一般には放射能の危険性が認知されていない、もしくは影響が低いと考えられていたため、 放射性廃棄物の扱いは存在であり、液体廃棄物は付近の手茶川や湖に放流された。やがて付近住民に健康被害が生じると、液体高レベル放射性廃棄物は濃縮し、タンク貯蔵する方法に改められた。放射性廃棄物タンクは絶えず、生じる崩壊熱により高温となるため、冷却装置を稼働し、安全性を保つ必要があるが、 1957年9月29日、肝心の冷却装置が故障、タンク内温度は急上昇し、内部調整機器から生じた火花により、溶石300立方メートルのタンクに入っていた、小酸塩結晶と再処理残差が爆発した。この結果、90SR-137CS-239 部などの半減期が長い同位体を含む大量の放射性物質が、 大気中に放出された。核爆発ではなく、科学的な爆発であったが、その規模は TNT 火薬70トン相当で、約1000メートル上空まで舞い上がった。放射性廃棄物は、南西の風に乗り、北東方向に、幅約9キロメートル、長さ105キロメートルの帯状の地域を汚染、約1万人が避難した。 避難した人々は1週間に0.025から0.5シーベルト、合計で、平均0.52シーベルト、最高0.72シーベルトを被爆した。特に事故現場に近かった1054人は骨髄に0.57シーベルトを被爆した。麻薬会社と官長によれば、事故後に全体として 400PBQ の放射能が2万平方キロメートルの範囲にわたって撒き散らされた。 27万人が高い放射能にさらされた。艦長が公表した放射能汚染をもとに比較計算すると、事故により新たに100人ががんになると予想される。国際原子力事象評価尺度ではレベル6に分類される。これは1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故と2011年の福島第一原子力発電所事故のレベル7に次いで、 歴史上3番目に重大な原子力事故にあたる。ミュンヘンのヘルムホルツセンターによれば、キシュテム事故はこれまで過小評価されていたという。放射性廃棄物貯蔵所でもあった湖は、放射性ストロンチウム90などで汚染されたが、1967年春に、干ばつが発生した際に固定が干上がって乾燥した。放射性物質を含む砂や泥が風に乗って、空気中に飛散し、 汚染地域が広がり周辺住民に放射性物質による被爆で新たな健康被害を生むこととなった。また1950年代に河川に投棄された放射性廃棄物は対策が講じられず川床に沈殿されたままとなっており、年々下流域の住民の健康被害を深刻なものとしている。事故はソビエト連邦の軍事施設で起こったため極秘であったが、 1958年には何かがあったらしい程度の情報がアメリカ合衆国にも伝わった。概要が明らかになったのは1976年11月、ソ連から亡命した科学者ジョレス・エイ・マイドベージェフのイギリスの科学誌ニューサイエンティスト掲載論文による。彼はその後、ウラルの核事故を出版。この告発をソ連は真っ向から否定した。 原子力を推進する立場の人々からは、このような事故はあり得ず、単なる作り話と一周され、ソ連の陰謀論という扱いだった。当初、ルフされた噂では、核爆発に達する臨海事故が起きたとされていたためで、ある。このため、1989年9月20日に、グラスノスチの一環として、外国人記者団に資料が公開されるまで真相は、明らかにされなかった。 また、地域住民に放射能汚染が正式に知らされたのは、ソビエト連邦の崩壊ごその後継となった、ロシア連邦政府発足後の1992年前後であり、対策は表に回り、放射能被害を拡大させた。ありがとうございます。